いやいやいや、これはね、ひどい。空燃費系おかしいって言ってたんで、新品のセンサーをね、購入して、駅マニに取り付けたわけですけど、まさかの、イグニッションオンしても動かない。別途動画でね、ご紹介しようと思うんですけど、どうもね、この空燃費系のコントローラーがおかしいっていう結論に至ってます。安物のね、空燃費系ダメだね。ということでですね、気を取り直してですね、新しい空燃費センサー買っちゃいました。空燃費ってエンジン壊れるとかにつながるんで、もうやめようかなって思って、だからね、今回ちゃんとしたやつ買いました。やっとね、新しいパッキンが来ました。これはちゃんとしたね、トヨタ純正のものです。なのでね、安心安全だと思います。これが前のやつで、こちらがトヨタ純正なんですけど、ここの作りがね、もう全然違いますね。めっちゃ綺麗。やっぱ純正はね、純正じゃないやつはもうなんかボコボコしてるんですよね。で、ここがちょっと高さだし、なんか変形しちゃってるんで良くないよね。こっちは綺麗。全然違うわ。やっぱね、純正全然ちゃうわ。割りきっちりはまった。乗りました。5.88 ニュートンメーターでね、締めれました。いけたはず。漏れんなよ、今度は。こっからダダ漏れやったんだよね、前で。カバーのガスケットはね、安物のねガスケットがチンチクリンやったんで、サイズも違うし、なんなら形も違うかったので、前のやつを使っていきます。着きましたよ、ついに。配線加工はね、とても簡単ですね。この PLX の電源線、こういうものが入ってるんですけど、プラスとマイナスのね電源だけね、車両からね取ってきてあげたら動くみたいです。まあ、プラスが常時電源、マイナスは車両のアースにつながるようにセットしてください。オートゲージやったら4本ぐらいの線をね取り出して配線加工しないといけないんですけど、2本の線だけの加工でいいということで、とっても簡単です。これ以外配線加工ないんで、全部付属されてるものをコントローラーにねひっつけるだけで動くっぽいんで、めっちゃいい。こんな感じでね、熱収縮通してそれぞれここではんだして、常時電源、アースねそれぞれ加工しました。長いんで熱収縮通すのがめっちゃ大変でしたね。じゃじゃーん、コントローラーですね。説明書ではモジュールって言われてるやつです。で、左からパワー、アナログ出力、TX、RX、O2 センサーっていうことで、今回つないでいくというか使っていくのはパワーと O2 センサーかなと思います。この配線がコントローラーから O2 センサーにね、行くための配線になってます。これが O2 センサー。で、これがパワーで。これでセンサーがいけるはず。こっち取ってこっちも取る。650回転でねアイドリング調整してます。でスロポジも 0.6V なるようにね調整しました。コマを回して調整 OK です。だいたい 0.600 から 0.601 ぐらいです。普段乗るんでライトンオンしてもまあ止まりそうにならないぐらいの回転数ですね。だからまあ回転触れるんですけど、まあだいたい750ぐらいかなって感じで落ち込んでもね。エアコンとかつけるんやったらもうちょっと高い回転数じゃないとアイドルアップのねをつけてない人は厳しいかもしれないです。電圧 14V、 排気温度が300度、油圧が 1.2 度とかな、気温が92度ぐらい、水温が87度とかかな。いいですね。マジで綺麗な音鳴った。クリアランス調整が効いてるのかな、わかんないけど、なさそうだね。前はもうガラーッとオイルも入れてきてたんですぐ分かりましたね。まあもっとね整備してってゆくゆくはエンジンの全部をねオーバーホールもやろうと思ってるんで、今回はとりあえずペットのねオーバーホール、そして空燃費系のセンサーを PLX っていうところのものを使ってセッティングしました。このセッティングソフトは最近の新しい PC である Windows 10とか Windows 11で使えるようにした FCSS のソフトをね使ってセッティングしてます。これは私がね制作したものなんで Yahoo にね出品しておりますので、興味のある方はねご購入してみてください。エンジンのヘッドオーバーホール、今のところ大成功ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。